私は下京区で生まれました。4年前国土交通省復興庁での経験をなんとか私を育てていただいたふるさと京都の恩返しに使いたい、その思いから出馬を決意いたしましたけれども、今日集まりの皆様はじめ多くの皆様のご支援で第51代の京都知事に就任をいたしました。最初の年は大阪北部地震、西日本豪雨、台風第21号と自然災害との戦い、2年目は京アニの放火事件という悲惨な事件から被害者を救済するために奔走いたしました。そして3年目4年目は今も続くコロナとの戦いでございます。